こんばんは。小林製薬の S 端子。いやー、今日ね、ちょっといろいろ、ここ最近すごいいろいろ改善を加えてるんですけど、サムネを最初に出すっていう技をちょっと使ってみました。今日はアプリのファイナルファンタジーレコードキーパーをやろうと思ってます。一枠目やろうと思ってます。画面を切り替えます。ドン。違った。これだ。よいしょ、ドン。起動します。最近リリースされた昨年の12月ぐらいだと思うんですけども、割と新しめのアプリでございます。ファイナルファンタジーレコードキーパースクエニさんでございますね。スクエニスラッシュ DNA となってます。私結構そこそこちょこちょこやっております。あー、カンコレのイベント始まった。なんかさっきメンテンまだやってますとか言ってたけど、始まったんですね。まず、ざっくりした説明。今日は、鉄アレイ鈴木さんお休みでございます。なんだろう。何から説明をすればいいのか。なんかですね、この FF の1から12ぐらいまでの、いろんなストーリーがあったわけですけども、キャラクターとか装備品とかね、アビリティとかいろいろあったわけですけども、それをこう、記憶を集めて留めておくみたいな、そういう目的なんですな。でキャラクターがやっていくうちにだんだん増えていって、キャラクターを育成していって、今セシルさんパラディンレベル43、装備品がいろいろありますみたいな、そんな感じ。カンコレ重いしょ今。明日やりな。そう、クエスト最近出たんですよね。ちなみにこの今パーティー組んでますけど、FF4 の、セシルさんとセシルさんがいます。こちらのセシルさんとこちらのセシルさん。さらに、カインもいます。この FF4 メンバー。あと、FFRK の特筆すべきところはあれですね。FF7 以降のポリゴン化されたキャラクターが、なぜかまたドット絵化されているというですね。クラウドさんもドット絵になっております。あの、ポリポリしたクラウドさん味があっていいと思うんですけどね。こんな感じになってます。でキャラクターが言いつつ、装備品がですねガチャでゲットするなりなんなりって感じなんですけど、装備品もやっぱり、レベルを上げてレベルマックスになると進化できてっていう最近の、そうそう、音がいいですよね。 SE がいいです。よくあるタイプのソシャゲ的なやつの形になっております。まあ、これはそんなに特筆すべきところはない。アビリティはちょっとだけ面白くて、途中で出てくるオーブを集めると魔法とか黒魔法、白魔法、物理で殴るですね、召喚、その他、たくさんのアビリティを生成できて、例えば何ですかね、イフリートとかでアビリティ作ると装備できて戦闘中に使える。でまたオーブをさらに集めると精錬ということができて、アビリティを精錬すると威力は上がんないんですけど使用できる回数が増えるっていう、1回のダンジョン潜ってる間のに使える回数が増えるという仕様になっております。これね、レベル精錬度は上がってないと回数が全然少なくて使えない的な感じになりますね。あとはね、あと何かあったっけ、装備召喚1日3回無料、忘れるんだよなこれな。そう、なんだかんだ言ってね、魔法とかはね、物理は普通に殴る分には回数制限当然ないので、物理最強っていうところはありますね。ね、しょうもない装備が出ます。今ミスリルが131個あるので、なんか回そうと思うんですけど、早速回しますかね、後にしますかね、後にしましょう。なんか装備ができます。やっぱりガチャを回して、レアガチャを回して、こんばんは。レアガチャを回してですね、星4なり星5なりの、装備品を出さないとちょっと勝負にならん感じではありますね。さっきもちょっと見ましたけど、今私の方で出ているレア度の高い装備品でいうと、癒しの杖、これ本当は白魔導士じゃなくてもうちょっといいちゃんとした
誰かが装備するといいやつなんですけど、これか、レナさんが装備するとレイズ効果みたいです、みたいな感じでね。本当はもうちょっといい装備が集まってるといいんですけどね。でもって、ワールド選択とか言って1から今10の全部出てないんですよ。進めていくとだんだん遊べるワールドが増えていく。1、2、4、5、6、7、8、10出てないのが結構ありますね。でね、8がちょっと残ってるので8を試しにやっていってみますね。で、各ゲームストーリー、各シリーズのゲームのストーリーがだんだん終えるっていう形になってます。正直8は全くやってないので全然わかんないんですけど、兵士養成学校ガーデンのホニャララホニャララみたいなね、これがだんだん見えていくみたいな、そんなゲームです。パーティーを組んで、あと最近フレンドが実装されましてですね、フレンド呼ぶとめっちゃ強いっていうありがちなパターンになってます。お願いしますかね。フレンド強すぎるんだよな。画面の右上にスタミナがあって今52、最大52ありまして、この一つのダンジョンに4つの、サブダンジョンがあって、一番上のやつがスタミナ8消費して、クリアするという仕込みでございます。あー、ニコ生クルーズ来ましたね。 FF ファイナルファンタジーレコードキーパーやってます。やってる人いるんですかね、他にね、ニコ生ゲーム実況は。で、たまたま炎系だったので、 ATB の仕組みが実装されているのがなんか FF やってる気になっていいですよね。よいしょ。画面の右の方のキャラクターの方、下のゲージがヒットポイントと ATB アクティブタイムバトルのゲージになってます。で、ゲージが溜まるとコマンドを選択できて攻撃したり補助効果得たりとかいろいろします。もう説明するのに精一杯でニコ生クルーズを全然見てない。あ、ちょっとゆっくりにしますかね。ちなみにオートもあります。オートにすると全員が物理で殴ります。これね、攻撃と防御が全員共通であって、アビリティが2個装備できるんですが、2個っていうのは少ねえんじゃねえかって個人的には思ってるんですけど、なかなかですね、どうしても使えるアビリティばっかり使っちゃうんで、急になんか毒になってポイズナーとか言われても装備してねえよっていう話で、ね、しんどいです。こんな感じで進めていきますね。 FF8 やった人であれば、ああ懐かしいっていう感じになると思うんですけどね。プロです。あと一番コマンドの一番右に、まあ、得意技というか固定の必殺技みたいなのがあるんですけど、ゲージが溜まると使えるようになる。で、それぞれいろんな必殺的な効果が得られるというね。これが結構強い。ゲージがなかなか溜まらないみたいな感じです。ああ、ぶっちゃけそんなに敵が強くないので、もういいやかん。オートで物理で殴るっていう。FFRK なかなかいいと思うんですけどね。その1から10までの音楽が聴けるんで、音楽が聴けるだけで価値あるんじゃないかと個人的には思っております。ボーン、敵を倒すとたまにヒットポイントが回復する。サブダンジョンが終わると評価があって、経験値もらったりギルもらったり宝箱もらったりします。ねじりハチマキ、各シリーズの装備品が出てきます。結構スタミナの回復スピードが速いので、忙しいというかやること多い感じかな。いや、2枠目でやりますけど、ファイナルファンタジー系のアプリすごいたくさんありまして、バコさんありがとうございます。2枠目の方で FF 関係のアプリ集めてみたんですけど6個ありました。
あの iPhone のアップストアでザザッと探してみたんですけど、なので FFRK と合わせて7個、 FF ファイナルファンタジー関係だけでね、いっぱいありますね。なんか必殺技使ってみますかね。使えない。アーマーブレイク強い。敵が弱くてあれですね、割と初心者の方だと思いますね。めっちゃやってるとは言い難い。せいぜいね、ブリザラ剣とかしないんで、そんぐらいです。本当は年末年始から始めてたんですけど、私の iPhone でうまいこと動かなくてですね、 iPhone を再起動したら直ったんですけど、まだ実質2週間ぐらいしかやってないと思います。なかなか終わらない。4つ目ボスが出ます。ボスはまあまあ強い。ああ、開発どうなんですかね。開発スクエニやってそうですけどね。これは DNA も絡んでますけど、フレンドのあれを使ってみますかね。あ、祈り出ましたね。あ、死んだ。敵が弱い。ダブルジャンプ。祈りは全体回復ですね。ケアルとかが全体効果対象で使えないんでね、祈りが非常に助かります。使ってみますか。フレンドを、カモンフレンド、ドボーン。めっちゃ強い。ダメージカンストしました。そうそう、クエストがね、まだ全部消費できてないんですよ。イフリート出ましたよ。パンチミス。イフリートさんが物理で殴ってくるんですけど、炎系の何かはしないんでしょうか。アーマーブレイク。弱点をつくと強い。原作をやっていると弱点が把握できるので比較的有利。結構 HP ありますね。強いボス出てくると、こいつ HP 何万あるねんっていう、やってらんない感じがたまにあります。ソニックブレイク、ブラックウェポン、倒した。ってな具合です。エクセレント。でダンジョン全体の評価が出て、 FF8 の次のストーリーが見れますよっていうのが出て、いろんなアイテムをもらいの、スタミナ上限が上がっていく。このゲームプレイヤーレベルがなくて、スタミナの上限が上がるだけとなってます。煮えたぎった溶岩の流れるターミネーターの奥で省略、やってみてください。最近クエストが実装されましてですね、何らかの条件を満たすとクエストをクリアして景品がもらえるみたいな仕組みがあります。今130分の75クリアしてますけど、ホーリーとか全然作れる気がしませんが、まあなんかこんな感じでケアルラを精錬しようとかいうミッションをクリアすると、クエストをクリアするとなんかもらえる。でそれはさておき、今イベントやってます。イベント2つあって、下の方がまあ曜日イベントで毎週やってるやつなんですけど、上のやつが期間限定のやつで、偽りの花嫁、これ FF 何本でしたっけね、10でしたっけね、10ですね。10も私やってないので何とも言えないんですが、これ期間限定のダンジョンを進めていくと、一番下のグレートブリッジっていうやつをクリアするとユーナがゲットできると。でもって、そう、なんかミスリルすげえ増えた。でフォースダンジョンとヒストリーダンジョンってあって、ヒストリーダンジョンは難易度低め、
さらに上級者の方はフォースダンジョンの方をやってってくださいって話なんですけど、これのね、上から3つ目の飛空艇のやつのボスがめっちゃ強くて石を2つぐらい消費したんですけど、この今マスターがついてるやつ4つ、まあクリアもありますけど、で5つ目が頂上付近ってやつなんですけど、これをクリアするとユーナタンハーハーのレベル上限が上がる記憶結晶っていうのがゲットできるらしいので、これを今日クリアしたい。石を今日何個消費すればいけるのかちょっと不安です。場合によっては撤退して諦めるっていうのはあると思います。多分ね、あ、なんかすげえ嫌な予感してきた。クリアできないんじゃないかな。ストップとか狙ってみますかね。一応パーティーメンバーのレベル40何本なんですけど、装備品があんまりよろしくなく、アビリティもあんまり育ってないのでしんどい状況でございます。このイベント2月9日です。終わり。FF10 とかみんなやってるんでしょうか。あー、なるほど。いやー、エクセレントはもう無視しましょう。この際早い。ユーナタンハーハーの記憶結晶がゲットできれば十分。FF やったことない。うひょー、そうかもしれないね。俺やったことある FF1、2、3、4、5、6、7 ですね。8を1個やってない。硬えな。死なない。え、めっちゃ硬い。ひょっとして FF のシリーズの中で何が一番好きですか論争を始めると荒れると思うんですけど、皆さんどのシリーズが一番好きですか。僕はあんまり賛同が得られない FF6 です。死ぬ、会員が死ぬ。これはダメだな。諦めようかな、もはや。6、お、6いた。4は人気ありますよね。会員が死んじゃう。2か、渋いな。2渋くないですか。よいしょ。もう全然最後まで生きる気がしません。2 4 6 10、あー、死んだ。うわー、こらあかんな。めっちゃ強いわ。僕なんで登場してもらいましょう、あの人に。登場キャンセル。4から7、そうですね。ワン、ツー、スリーはちょっとファミコンのね、初期だったこともあり、やってない人も結構いるんじゃないかなと思いますね。いやー、諦めようぜ。これもうダメだ。いや、いけるかな。いや、無理だな。そう、俺やっぱり4から6かな。いやー、しんどい。いやー、しんどい。いやー、しんどい。まあいいや、スタミナは。5やろうとしたら電池切れ。これ無理だよね。ちょっとパワーが足りなすぎる。一応石を使うと全回復したりはするんですが、しんどい。なんかね、リアルタイムで他の人とね一緒に遊べるとかだったらいいんですけど、そういう感じではないので。あ、死んだ。追加効果のストップなし。意味なし。いやー、ボスが強いんだよな。ボスが強いのにこの段階で苦戦してたら無理でしょう。ま
皆さんも私のおすすめですけども、ファイナルファンタジーの戦闘曲を集めた、YouTube の動画を再生しながら、勉学並びにお仕事するとはかどります。おすすめ。アビリティ全部突っ込んでこのサブダンジョンが、他のキャラあまり揃ってないですね。このダンジョンがクリアできればまあいい方かな。もうアビリティないもん、死んでるし。あークラウド死んじゃう。他のキャラはねあんまり育ってないですね。おい死ぬる。あー違う、これ、ね、タッチ操作がたまにミスるのがねイライラします。キャラ同士が接近してるんで別のキャラをねうっかり選んでしまうんですな。ボスだ。ボスの前にいる2人の総兵だけでお腹いっぱいなんだけど、もう石使わないぞ。オフィシャルボール、オフィシャルポール、枠もあんまり時間ないし。頑張れ頑張れ。あんまり強くないソニックブレイク。あんまり強くない。ターゲットが分散してますね。頑張れ頑張れ。総兵がハゲてるのはハゲだからじゃないですか。違う、総兵がハゲてるのはそうだからじゃないですか。まあ、若干間違えました。アビリティ切らしんどいな。石で回復すれば倒せそうな気もしなくはないけど、ちょっとな。カンコレイベントやってる方はカンコレイベント頑張ってください。ひぃひぃ、無理だ。そうなのか。まあそういうこともあるよね。知らないおじさんの声が鳴りました。もうなんかあっという間にうわーってやられるほどでもなく、勝てる見込みもなくおじさん、おじさんのことは優しくしてあげて。お互い全然倒れませんね。アビリティないのがしんどい。もうお互い物理で殴り合ってますがダメ感が強い。あと装備ね、火力が全然ないですね。装備品ガチャを回そうかなと思ってるんであれなんですけど、火力をくれー。クラウド死んじゃう。ああ回復ない。もうプロテスしても意味ないやん。そう、ターゲットを指定はできるんですがめんどくさくてですね、 ATB がどんどん進んじゃうし。あー死んだ。諦めような、諦めよう。自害できるんでしたっけ。自害、全力の、あできない、あれできないのかな。切腹、あ死んだ帰ろうオート楽ですよね。諦め、石を投入するまでもなく諦め、やっぱ無理でした。
これでもないとね、レベル50で止まっちゃうんでね。帰りまーす。帰りまーす。さあ、今のことはね、綺麗すっぱり忘れまして、ガチャを回しましょう。今日も楽しいガチャの時間。マギステルロット。またロットか。まあいいや。じゃあ11連レア装備召喚をします。何が出たらいいんですかね。地下中毒、まあ星5が出てほしいですね。星5が出る可能性は 10% とのことなので、10連ガチャ回せば出るんじゃないですか。トウ、ミスリルで装備召喚する。ドンドーン。何が出るかな、何が出るかな。おエク、エク使わなくてもレベル50までいくんじゃないかなと思ってます。ドーン。どうでもいい。わーどうでもいい。わーいどうでもいい。星3まではほとんどいらないですね。4つ、あーこれ持ってるわ、進化だな。星4、星5出ず。ちょっと俺もう生放送でガチャやって素晴らしい結果出たことあんまないもんな。もう一回やってみますか。石も余ってるし、ああ枠が、拡張しましょう。まあ進化できるのが1個出たんでね、あれで星5になりますね。とう、次の総理大臣の方。あ、1個あるよ。1個テカってるのあるで。なんじゃこれは。オフィシャルボール、あ、さっき出てたって言ってたやつ。オフィシャルボールかな。ワッカ専用。俺ワッカさんっていう人知らないんだよな。いるけど。防御、魔法防御を下げつつ攻撃する。ああ、いいじゃないですか。ワッカさんいますよ。まあなんかミスリル100個消費して星51個っていう結果ですけども、まあいいでしょう。ワッカさん、ワッカさん、早速装備しよう。強い。おお、必殺技が選べる。これか。なるほど。そしてそう、アクセサリーも全然ゲットできてないんですよね。あと1分、あと30秒しかないですね。これで時間がないけど、時間がないけど、この辺をここで。トウ。自枠で別のアプリやります。うりゃー。レベル12、全然上がらない。ということになっております。じゃあ自枠いきまーす。